こんなことをですねシミュレーションしながらご自身で自分の人生に置き換えてですねやっていく、これをやるのかやらないのかによってですね雲仙の差が出るんですよ。これ本当に意識をしてメイクをしてコミュニケーションを取っていく人と、意識なしで適当にメイクをして人と会って適当にやってる人では、もうお仕事の成果もそうだし人生のご縁も全く変わってきます。これはね本当に不思議なほど変わりますので、ぜひぜひこれチャレンジしてみてください。で、今日はおまけということでちょっとお時間もありますけども、例えば化粧品の販売の時のどうすんのっていう話になりますがね、例えばねあなたが化粧品の販売をしているとしましょうかね。よくある、僕が化粧品の販売をもちろんしてきて長年やってましたから例えの例ですけども、例えば低タイプ、相手が低タイプって言えば、まず、低タイプのメイクでね望んであげてください。もしくは低タイプの好きなメイクということは耳なので、ちょっと頼られるメイクでもいいですね。要は低タイプの方と対応するときはそういうメイクを重視したり、今度会話ですね。会話、これ接客、これがコミュニケーション術なんですね。楽しい世間話から入ります。これ大事なんです。これ低タイプの人は商品には興味を持ってません。もう極端な話、人間に興味を持ってます。人間性を重視しますので、接客側の都合の都合ね、この商品売らなあかんとかね、この商品ちょっと残ってるんでとかね、そういう変な話だから安くしますよって、そういう都合の話なんかをするともう全く信頼がなくなりますから、こうトークがとても大切なんです。嘘のない信頼のあるトークだったらいいですよ。何々さんのためにこうしてますんでって、これはもう信頼のあるトークだったらいいんですけど、嘘のあるトークはもう一発でダメですね。で、特にですね感触や匂いにこだわりがあるので、しっかりと触ってもらいましょうということです。大体匂いにすごく敏感な方っていうのは低タイプの方が非常に多くって、嗅覚がすごく鋭いですね。だから化粧品、使う化粧品なんかはもう匂いがダメだったらもう全くダメです。もうそれぐらいしっかりと、分かれます。だから触ってもらって嗅いでもらう、これが非常に大事なポイントです。それからですね名タイプですね。名タイプ、僕も名タイプなんですけども、大概、僕が物を買う時っていうのはやっぱり店員さんのですねなんていうかな、立ち居振る舞いがね素晴らしい。要は時間をすごく意識してくれてるっていうことですね。時間がないんです。名タイプの人は時間がないんですっていつも思ってます。せっかちなんですね。だから時間に敏感なので、単刀直入に、希少価値であるとか損得をパンとね結論からまず言ってもらうことが、これがすぐ興味づけになるわけです。余談話とかですね、なんていうかな、井戸端会議的な話をだらだら最初にされると、もうこの商品からは全く、商品をですね興味がなくなってしまうぐらい、もうすぐ帰ってしまうわけですね。だからまずはこの結果を早く伝える。そしてイメージできるもの、ツルツルとかキラキラとかね、キラキラするとかツルツルするとか、もうこういう、言葉、こういうイメージしやすい言葉を、選んであげる。それからこういうキラキラしている、こういうね綺麗な色が好きなんですね。だからデザイン性にもこだわってますから、このデザインすごいでしょうって、なかなかこれ見つからないんですよみたいなね、希少価値ですね。誰でもどこでも見つかる、手に入るものはあまり興味がないというふうに言われてますから、そこをきちっとお知らせしてあげるということが大事になります。それからですね、今度は耳タイプですね、最後はね。耳タイプの特徴は、接客、人のね、この礼節っていうのは結構マナーをも重視したりします。それから評判や成分や制度へのこだわり、また安心できるかどうかって、この安心っていうのはすごく大事なんですね。で、3つのタイプの中で一番ですね、時間をしっかりとじっくりとかけて検討するタイプなので、なかなか物を買ってもらいにくいタイプと思ってもいいと思います。逆にですね、だからこそじっくりとですね時間をかけて、例えば比較データ、数字、アンケート、そういったものをご覧になってもらって、あとはご自身で決めてください、じっくり検討してみてくださいというふうにして、ちょっとこう手放すぐらいのゆとり、こういう接客が大事になります。こんなふうにしてノータイプに分けて考えただけでもですね、大きく接客の仕方、会話の仕方、対応の仕方ね、言動ですね、それからメイクの対応の仕方も変わってくるわけです。これを融合したのがコミュニケーションメイクね、メイクを変えて、言葉を変えて、言動を変え、言動というか行動ですね、仕草を変えたりと、そういうことを考えていくっていうのが、この僕の講座でやってることです。だから相手をたった1回で引きつける見せメイク、これが大人のメイクではないかと僕は思ってまして、相手の脳タイプを意識して、好感と信頼を得ましょうということで、お伝えしているコミュニケーションメイクでございます。